どうもサモリです。これらの植物はここにあったやつリセットします。いろんなね、小細工勝手に侵入してきたやつ、状態はまずまず、よいしょ、取ります。根っこはしょぼい、かなりね、ひっくり返ってましたね。わかんなかった。ここがね、ソイル地帯。あ、まだ石が埋まってる。これ取り出せないかな。いろいろ、あ、土留め代わりに、よいしょ、見てるこれ、取れそうだ、見えてるこれ、取れる取れる、取れた、やだ、あ、だだだ、水がこぼれる、配管がね、埋まってます、詰まってね、出てないですね。あ、出てるやつもある、わかる？3つは出てます。これは出てない、水が若干濁りましたけど大丈夫かな。今日はこの草の保管場所、それを作ります。新しく水槽立ち上げます。多分ね、半分ぐらいは捨てる感じ。ここら辺のやつ無駄にね、伸びてんですよ。だからね、葉っぱはいらないかな。下のやつ、下のやつだけ残せば多分生えてくるんで、はい、早速ね、水槽、この水槽でさっき取り出したやつ、これを使う。なんかガラス面の汚れが気になるけど、とりあえずね、草選別します。はい、これ邪魔、よいしょ、これなんですけど、こんなね、葉っぱが長くて使いづらい、全部切っていい。これから生えてきそうなやつ、他はね、他は根元から切ろう。こんな感じ。ここら辺は、ここに、あとはね、適当にシダ類、これをね、おま、ざっくり、あ、いいぞ、あ、これ枯れ、もう早くしなきゃ枯れる、早くしなきゃ枯れる、これも、この紫成分、これも、よいしょ、うん、意外に楽しいな意外に楽しいね。これね、避難場所なんだけど、まだある、まだある、まだある、
楽しいね。赤いやつと赤いのはね、日に当たるところ枯れそうな、これママだ。ソリウム系はね、ああちょっと葉っぱがかぶってくるな。雑草も忘れないと。あとは小物たち、あしらっていきます。あ、これお気に入り。よいしょ、できた。はい、なんだかんだでね、様になりました。やっぱりそれなりのアイテムがあると絵になる。ただね、置いただけなんですけど、はい、半分以上はね捨てると思います。余ったやつはこれ、ここら辺ね葉っぱがでかくて使いづらいんで全部捨てます。これだね、苔はね、あとこれだけ残ってる。うん、あ、食虫植物、これはね枯れたら困るんで別なとこに。他のやつはあんまり調子がいいとは言えない。うん、以上、植物水槽立ち上げでした。ありがとうございました。もう一個あるんですよね。起きれない。まずまず